サルキス・サーコビチ・アンバルツミアン。民族名サルニス・サハキ・ハンバルツミアンは、アルメニア人のボリシェビキ。負傷は、イサーコビチ、イサハキとも、1870年、ロシア帝国エリザベトポリケン主者のオザク・ミノリの家庭に、生まれた。1902年にデモに参加して逮捕され、翌1903年に、モスクワで、ロシア社会民主労働党に入党するも、再び逮捕され、 最終的にバクルに追放されている。1904年には当幕委員会メンバーとなり、翌1905年のモスクワ12月放棄にも参加した。1909年にモスクワ大学医学部を卒業し、翌1910年から1917年までは主者で医師として活動していた。このまもダシュなく等とのイデオロギー闘争を行い、 1917年9月から10月頃にボリシェビキとなった。1918年には3度目の逮捕を受けている。10月革命後にはカラバフで活動した。アルメニア社会主義ソビエト共和国の成立後は1920年から1922年にかけて初代保健人民委員を務め、1922年にはアルメニア共産党中央委員となる。 同年2月2日から1925年6月23日にかけてアルメニア共和国中央執行委員会議長を1923年1月15日から1925年4月11日にかけてザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国中央執行委員会議長を務める。同年6月23日から1928年3月22日までは アルメニア共和国人民委員会議議長を務め、その任期中には、ジョラゲト水力発電所をはじめとした数々の水力発電所の建設、そして、ザンゲズル銅山とアラベルディド製錬所の復旧により、経済復興の礎が築かれている。その後、1929年から1944年に死去するまでをモスクワで過ごした。ありがとうございます。